はい、こんにちは。今日はちょっと簡単にインタビューをしようと思いました。最近私によく来る質問は、ドアンさん、なぜ電動キックボードの中でマンティス2を選んだきっかけ、乗るだけではなく、なぜ販売まで皆さんに紹介まで行ってるんです。3つの質問、よく来ています。これでこの動画でこの3つの質問を順番で返事しようと思います。聞いてくれたらすごく嬉しいです。じゃあ1番、なぜ電動キックボード。コロナの始まりぐらいでした。まず皆さんと私も同じ、どうしましょうか。ちょっとコロナ危ない、広がっていきます、どうなるかわからない、みんなと同じことに考えて、じゃあ満員電車とか満員バスとかちょっと乗りたくない、避けて、遠慮して避けていきましょう。これで自分の車やバイクで行きましょう。でも車とバイクに乗るばっかりと、本当に近くのところにも345キロのところにも行くのは車で行く、またみんな車に乗り始まったなので、渋滞もすごく簡単に出てきましたなので、どうしようと私考えてるうちに、海外を同じことで悩んでる人たちをあるかどうか、ちょっと海外を見てみましたら、数年前から海外の人たちは、特に今コロナも出てきたなので、海外で移動手段の中に一つ選択肢として入れられた電動バイク、電動キックボード、電動スケートボードみたいに、この3つ4つ、小型電動モビリティと言います。小型電動モビリティを見て、すごいいいアイデアですね。また自由に、今日と同じように天気がいい時は自由に顔に風当たりながら、周りを見ながら、移動もすごく簡単、渋滞に挟まらない。電動キックボードは小型電動モビリティの中で電動キックボードを選んだ理由は、電動キックボードは他のもの、電動バイク、電動アシスト電動自転車と比べるとコンパクトです。コンパクトで、折りたたんでもっと小さくして、カバンの中にも入れましたら、バスに電車にも乗れるなので、電動キックボード専用のカバンの中に入れて、この前私は広島に行ったんです。こちらの電動キックボードを折りたたんでカバンの中に入れて、新幹線で広島に行って、広島でこちらの電動キックボードに乗ったんです。ある意味は遠いところにも持っていけます。実際の動画もありますので、リンクも今からちょっとどっかね、画面のどっかに出るなので、概要欄クリックしてみてください。また次の質問、なぜ小型電動モビリティの中で電動キックボードは私に合っている選択肢。どこの電動キックボードでも軽いなので、40キロ、50キロ簡単に走れます。今に私、横浜に住んでいます。横浜から東京は23キロ。横浜から東京に行って帰れます、電動キックボードで。また電動キックボードはバッテリーは満タンで約6時間かかるんですけれども、充電のために電気代は16円、頑張ってもどこの電動キックボードでも20円超えないんですよ。ある意味は20円で東京に行って帰ります。20円で東京に行って帰る他に乗り物ありますか。もう安いでしょ。コンパクトで、また簡単に、渋滞も全然ないし、またこちらの電動キックボードはサスペンションも結構いいなので、ボコボコ道でも長い距離でも楽に行けます。次の質問、なぜマンティス2を選びました。これ電動キックボードについて調べ始めましたら、もう海外でしっかり作られている電動キックボードじゃなくて、英語で言いますとエレクトリックスクーターと言います。電動キックボード、キックボードとスクーター別々、スクーターと言いましたら、エレクトリックスクーターと言いましたら、法律的にも周りからも認められた乗り物という意味です。エレクトリックスクーターは法律的にも乗り物として分かった。あなたは分かった。私は聞いてる人は分かった。すいません、私の日本語。これで認められたので、エレクトリックスクーターの中で何がありますか。いろんなものを調べてみました。調べてみましたら、コストパフォーマー、高品質なんですけれども、値段もすごくリーズナブル。調べてみましたら、マンティスはイギリス、特にイギリスとドイツとアメリカで電動キックボードのピオニア、電動キックボードのベンツみたいに名前で呼ばれてるぐらいで、皆さんに認められました。特にオフロードにもすごく簡単にカスタマイズされて、じゃあマンティス中にしましょうと思った。日本で電動キックボードに乗るために何が必要ですか。日本の国土交通省の保安部品が必要です。あくまでも日本で電動キックボードは原付バイクと同じカテゴリーなので、原付バイクと同じように保安部品が必要です。鏡、ナンバープレート、ストップライト、右左ウィンカーとか。私はメーカーさんとやり取りして、まず自分専用のものをお願いしたんです。カーブはまず私何をどんなカスタマイゼーションをお願いしているか、私一つ一つ諦めずに時間と手間かけて、一つ一つ日本の法律のいろんな人たち、本当に日本の国土交通省の法案基準を読んで、ちゃんと全てのルールを勉強して、ちゃんとルールに従っている完璧なものを作ろうと設計してもらったんです。設計してカーボにもお願いしたら、カーボからこちらのマンティス中が出てきました。じゃあ排気ガス出せずに今風なもので、乗り物で安心安全楽しく移動したい人たちが結構いると思って、じゃあこちらのマンティス中にもっとたくさんの人乗ってくれましたら、私マンティス中に電動キックボードに乗り始まった時は気づいた。日本の方にとっては電動キックボードは危ないおもちゃというイメージもどんどんなくなると思った。ルールも守って、しっかり守って乗る人たちは増えるほど増えましたら、周りの人たちもじゃあ移動集団の中で電動キックボードも選択肢の中ですよ、認めていきましょうよということは出てくると思って、幕開けに私と同じように考えて、排気ガス出さずに安くて安心安全な高級品のもので高品質、こちらのもっといいことは本当にどんな希望でも応えるものです。どういう意味。こちらはアウトア好きな人、バイクとかあれとかみたいではなく、すごく簡単に折りたたんですぐ組み立てて乗れるなので、アウトアな方、キャンプを好きな方、アウトア好きな方、アウトアで静かですごく排気ガス出さずに今風の楽しいものに乗っていきたい方、周りから注目を浴びたい方、簡単にアウトモデルもあります。簡単にカスタマイゼーションもできます。また街の中移動したい人たち、すごくサスペンションとかバッテリーとか全部しっかり作られているので、スムーズに楽に楽しく移動できる。じゃあちょっと長く話してしまいましてごめんなさい。でもこちらまで最後まで聞いてくれた方にもありがとうございます。最後に言いたいのは、どんな方におすすめですか。この e スクーター、誰にどんな方におすすめですか。簡単に言うと、排気ガス出さずにかわいいかっこいいもので、20キロ25キロ以下でちょっと移動したい、安くて丈夫なもの、コンパクトで使いやすい、街の中で通勤通学で新しい今風のものを使いたいと。またもう一つは、アウトアで活動好き楽しい軽い足が必要な人におすすめです。コンパクトなので、軽くてコンパクトなので、場所も取らないし、運ぶのはすごく簡単なので、アウトの活動好きな人たちに足としておすすめです。街の中で楽しくて移動したい、安心安全に移動したい人たちにおすすめ。では最後に3月20日15時に幕開けで、こちらのマンティス州電動キックボードマンティス10幕開けで先行販売で 35% 割引で先行販売されます。興味がある方たち、私を応援したい方はぜひお願いします。電動キックボードマンティス10と検索してみましたら、幕開けのページが出てくるし、こちらの動画の中にも下にも説明のところにも概要欄にもリンクが貼ってあります。ぜひチェックしてみてください。皆さん、最後にお質問とかがありましたら、ぜひ下のコメントのところで書いてください。すぐ返事するように頑張ります。私、漢字も読めるなので、読めなかったら Google 翻訳さんにも聞きますなので、分かってお客さんの質問答えるようになりますなので、ぜひ質問でもコメントでもぜひ下のところに書いてください。また